FPS は相手より早く相手の場所を突き止めることが重要だよ。そのためにも音をしっかり聞くんだ。わかった。あ、嫌がったら暗い。ああ、遅い。ああ、策的が甘いよ。善一はエイムもまだまだなんだから、同時じゃ負ける可能性の方が高い。ああ、くっそー、次は絶対にキルを取る。あ、あそこに一人いる。よし、ネオン、今のプレイ見たか？今のはキルできて当然だよ。フィールドも狭くなってきたし、移動しようか。なんだよネオンのやつ、俺だって頑張ってるのに。善一、どうしたピコ？ピコピコ、俺ってネオンに嫌われてるのかな。それならこのモッドを入れてみるピコ。あ、なんだこのハートのメーターは。これは人からの好感度がわかるモッドなんだピコ。すげえ。早速見てみよっと。あれ、結構高いじゃん。このモッド本当に合ってるのかな。善一、右から2人来る、頼むよ。あ、わかった。やったぜ、まとめて2キルだ。いいね善一。善一の熱い気持ちに応えるために厳しくしてるけど、ちゃんとついてきてるね、すごいよ。なんだそういうことだったのか、ありがとな。2人ともこんなとこにいた。ティア、好感度0%。そんな、ティアとは幼なじみだし結構仲良しだと思ってたのに。善一くん、回復薬余ってない？余ってねえよ。なんなの、感じ悪いな。ごめん、やべえ、思わず当たっちまったぜ。好感度なんか知らなきゃよかったな。キャッ！驚いたか！離れろティア！このけど、亀抜けチートだ！さっき戦ったプレイヤーだな。チートを使うなんて、ゲームを貶める行為だぞ。ああ、文句分かってから言えよ。散々練習の的にしてくれやがって、強えからって調子に乗るなよ。ネオ、ティア！あいつ、まだ俺に気づいてない。よし、でもティアからの好感度は 0%。 いや、好感度なんて関係ない、俺はティアを助けるんだ。あー、すっきりした。んじゃ、最後はヘッドショットで決めてやるぜ。ガー、ティア、ネオ、大丈夫か？善一くん、ナイスヘッドショットだ善一。助けてくれてありがとう。あれ、好感度マックス？どうなってんだ？善一、言い忘れてたピコ。そのモッドは一緒にプレイした時間の長さを測ってるから、一緒にプレイした時間が短い人は好感度が極端な数字になることがあるピコ。へえ、ピコピコ、このモッドもういらないよ。ピコ、嫌われてるわけじゃなくてよかったけど、もう好感度に振り回されるのはごめんだぜ。